シャックです。マッツです。今日のテーマはダラスは歴史を作れるのか。聞いた。今日は頑張ったぞ。今日はですね、ダラスマーベリックスの回についてやろうかなと思います。よっしゃ、頑張ってるよ。はい、とダラス言うたらね、負けたら終わりなゲーム4がありました。崖っぷち。はい、そんな崖っぷちのダラスがこのプレイオフでウォリアーズに対して歴史を作れるのか話していこうかなと思います。で、今日も最後まで皆さんお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッとポチッ押していただいて、またの方で忘れずチャンネル登録いただけると僕らのモチベーションにもなるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。先にね、今日の試合結果からお伝えすると、119対109でダラスの勝利という結果になってます。よっしゃー、一勝とりあえずしたね。ゲーム5に向けてなんとか望みをつなぐ形になりました。だが崖っぷち、そこは引き続き変わらないんで、ね、今日のね、マブスこそが僕らが見たかったマブスがなんか戻ってきたような感じはしました。素晴らしかったよ。まずね、ここからオフェンスでの今日勝ちにつながった要因いろいろ考えていこうと思うねんけれども、なんといってもやっぱ今日はスリーポイントシュート入ったね。雨降らしたよ。はい、今日はね、本当にもう入りに入りまくって、試合全体で3 46.5%。 素晴らしい。いいね、これチーム全体で43本打って20本成功してるから。恐ろしいね。ちなみにさ、前回は45本打って13本しか決まらなかったんで、もう無理だなそれは。前回はほんまに入らんかったところが、今日の試合はね、ルカ以外のね選手がしっかりとアウトサイドシュートで仕事をしてくれました。ルカもパス回しだよ。今日はね、信頼してた感じがすごいですが、ドリアン・フィニー・スミスは今日3、4本の23点。そして、レジーブロックも今日6本3で18得点。ゼロの男卒業。前回ね、なかなか絶不調であったけれども、今日はね、初っ端からすごい調子が良かったです。そして、マキシ・クリバーも今日ベンチから3、3本中2本成功の13得点。大事やね、これも。特にさっき話したブロック、そしてクリバーは前回でね、なかなか決めきれなかったんで、彼ら2人が今日しっかり決めてくれたっていうのは、すごい大きかったです。リボンしましたよ。なのでね、今日はチーム全体で3が入ってるからこそ、やっぱドライブがより生きるようなゲームになった。2人が刺すよね。しかもドライブに磨きがかかるんで、マブスのねお得意のドライブ&キックっていうのもすごい効果的になって、そこで収縮させて、よりブロック、そしてフィニー・スミスのフリーのコーナー3をしっかり決めるっていう場面が多かった。作戦通りのができたな今日は。ほんまにせやな、基本に帰ったというか。しかもドリアン・フィニー・スミスなんかシュート入るからこそ、ポンプフェイクからドライブしてダンクみたいな、いいね、すごい迫力あるようなシーンもすごい作ってくれました。ホームやから湧くね。そしてね、やっぱ今日はね、やっぱすごいリズムが作れてたんで、やっぱ全体でそこオフボールの動きもすごい良かったように思う。グッドリズム。ちょっと言いづらい感じだったけど、前回の試合なんかもう4クォーター完全にみんな足が止まってて、チーンやったね。そう、もうルカ・ドンチッチのタフシューティングみたいなやつだけども、今日はほんと全員が動き回って、クリバーのオフボールからのアンドワンがあったりとか。思い出したよ、これだと。そう、やっとほんまにね、基本に立ち返ってくれて、ルカのオフボールスクリーンなんかのプレーもありました。そしてね、やっぱもう一つオフェンスで良かったなと思うのは、今日は今までよりもすごい速攻が多いゲームでしたね。走りました。ダラスってさ、ウォリアーズのこれまで 3-2 のゾーンにめちゃめちゃ苦しめられてん、外から入らへんかったっていうのもあんねんけど、まあ、そもそもね。なので相手がセットする前に攻め切る必要があったよね。行って前と戻る前に。そう、そうやね。なのでそこがね、実際に今日はすごい出たような試合だったのかなと。特にダラスはこのプレーオフでファストブレイクの点数って1試合 8.5 点しかないんですけども、今日はそこに対してすごい10ポイントと今までよりも上回ってました。頑張りましたよ。そしてその速攻を今日可能にしてくれたのはリバウンドやね。取った、今日は取ったまこれはね、すごい今日のディフェンスのグッドポイントではあんねんけれども、そもそもダラスはね、今日の試合除いてこれまで3試合でディフェンシブリバウンド全部ウォリアーズに負けてた。ヘボいね。そうやね。なのでリバウンドを例えばウィギンスとかルーリーに取られてセカンドチャンスポイントやれまくってたやん。やつら来るからね、うん、実は今日の試合除いたゲーム1からゲーム3でディフェンシブリバウンドの数なんと34本も開きあったから。差が、そうやね、すげえ上げてんね。めちゃめちゃ開いてるやろ。ただ今日の試合では合計リバウンドがウォリアーズ42に対してダラスマーベリックスが45と、はい、いう形でシリーズ初めて今勝ち越しちょっとやけどな。た
方、そのちょっとがでかいわけよ。後半からね、なかなかルーニーが今日出てなかったみたいなところも、チャンスやってるな。多分リバウンドのね、差につながった部分もあんねんけれども、ここに関してはやっぱ今後もめちゃめちゃ大事にしていきたいポイントです。リバウンドの部分がしっかりやってたんで、うん、今日ね、第3クォーター、今までウォリアーズに流れをね、巻き返されたところがしっかりダラスペースのままでゲームが進んでいったのかなっていうのは思ってる。3を止めれたな、やっと。うん、おいしゃと。やっと3止めれた感じがした。怖かったけどね。そして今日はね、ニリキラもここ2試合出番なかったけれども、今日は17分のミニッツで。おいいね。はい、ディフェンスはもちろん31本、ミドル1本といい働きしてましたね。ディンウィディも前回の試合はすごいチーム繋いでくれたけれども、今日の試合も3、2本しっかり決めていい流れを作ってくれました。男前。こんな感じで今日はね、本当にあのダラスマーベリックスがフェニックスサンズにゲーム3以降勝ってったように、ルカ以外の選手がめちゃめちゃステップアップをしてしっかりと勝利をゲットできたようなシリーズ。これウォリアーズちょっと怖いな、まだ。うん、実際今日のルカは30ポイント14リバウンド9アシスト、ほぼトリプルダブル、まあ、ほぼほぼもうそれでも半端ないねんけど、ただゲーム2ゲーム3から40点超えてたんで、その分他が取ってくれな今回は。そうやね、その分で言うと少しルカの負担も抑えられたのかなっていうような感じがする。そんなルカはね、もう今回自身3度目のオール NBA ファーストチームですから。何歳？めっちゃ若いやろ。すごいね。まだまだめっちゃ若いと思うな。うん、っていう形ですごいね、良さが光ったマブスであってんけれども、やっぱり、ね、第4クォーターの出来は結構心配です。危なかったな。めちゃめちゃ危なかったよ。俺も気抜いてたら危なくなってたわ。実際さ、第3クォーター終わった段階でウォリアーズ29点差開けてたわけやねんけど、貯金29もあったんや。そうで、そっからもルカを下げて休めと。そう、ウォリアーズもクミンガとかムーディーをのような若手を起用してきてんけれども、いわゆるガベージ化してってな。まあそうやな。ただ残り7分23秒でなんと17ポイントまで詰められたわけノーガベージ。そして慌ててね、本当は休ませたいルカをしぶしぶもう一回コートにね出すことになった。しかも残り3分強ではこのカリーやウィギンス、クレイなんかも出てきて、いけるぞいけと。そうもう彼ら3人は今日お役ごめんやと思ってたんけど、出てきた。そう、しかも一気に8ポイント差まで詰められたわけよ。8なんて合ってないようなもんやな彼ら。そうやね、たった3、3本で逆転するから一瞬で決めるから一瞬で決めて1人1本ずつやから素人 NBA。 最後ね、やっぱ逃げ切れたことは良かったんけれども、4クォーターは明らかにやっぱマブスはこう気は抜けてた、すごいプレーが多くて焦ったやろな。特にアウトサイドも前回のゲーム見てるかのような、誰かシュート打ったら棒立ちみたいな感じになってたんで、終わり方としては課題が残る。気抜くの早かったね。せやね、ちょっと早すぎたような感じがするウォリアーズですよ、相手は。相手はもう王者ですから優勝する。しかも次のゲーム5はウォリアーズのホームチェイスセンターに戻るわけなんで、アウェーですがな。せやねん。しかもウォリアーズは今日ある意味で、ね、4クォーターほぼ主力を休ましてるんで、怖いやん。ある意味休養たっぷりな状態で負け取るから腹も立ってるしね、うん、一方でマブスは今日4クォーターまたルカを出さなあかんかったりとか起きて言うて、そうスタメンを出し続けなあかんかったんでルカ、ドリアン・フィニー・スミス、レジー・ブロック、それぞれ35分以上出てるわけよ。しんどいね。特にこのレジー・ブロックとドリアン・フィニー・スミスなんかは今プレーオフ残ってるチームの中では一番プレータイムが多い2人。うわ、もう寝たいよ、もうヘロヘロやんっていうところなんで、やっぱ体力的にはしかも次アウェーっていうのあるんですごい心配です。結局崖っぷちは続くね。そうやね、むしろ今日勝ったけど、うん、もっと厳しになってるかもしれないよね。地獄に行ってるね今体力的には。ただ次ウォリアーズのチェイスサンダー一勝できれば、うん、また次ホーム戻ってくれるんで、よっしゃよっしゃ。はい、なのでなんとかね次一勝もぎ取ってほしいと思ってます。伊藤大変やね、聞いたらめちゃめちゃ大変、ね。しかも今 NBA のプレーオフ史上0勝3敗から逆転できたチームはないわけよ。歴史でおらんの。そうやね、すごいね。これ146回そういった0勝3敗の例があったけれどもそっからまだ生まれてないわけよ。作っちゃうかれ。そうやね、ネクストレブロンと比較されるようなこの男がその歴史を作ってくれるかっていうのは、これはめちゃめちゃ応援、期待できるポテンシャルあるからね、うん。そしてね、僕たちもできればね、やっぱこのシリーズ少しでも長引いてほしいんで、次のゲーム5も要注目です。頑張れマブス。そしてこっからは東のプレーオフについて話していきます。東はこっちと違ってもう混沌よ、混沌混沌やな。明日セルティックスとヒートのゲーム5があります。殴ったら殴られてね、ほんまなこんなプレーオフのシリーズあったかなっていうぐらい一撃
バーン一撃バーンみたいなやり合いしてんな。そうそうそう、前回なんかは完全にもうボストンがもうブローアウトボッコボコにいったね、うん、ヒートはね前回オラディボーらんかったらもう全体でコールド負けよX ファクターなりましたよ、うん、っていうぐらいもう何もできなかったヒートやねんけれども、とはいえ明日のゲーム5ヒートホームに戻るんでチャンス、はい、なのでこの悪い流れを切れるかどうか、特にカイル・ラウリー、そしてバム・アデバイのステップアップは絶対的に大事です。バムさんおらんかなぐらいやったで、この間前回おらんかったな。その前はすごいね、自分スコアリーダーにこんなんやん、うん、特にねバムをもっと活かしていかないといけないし、彼こそがジミーの負担を減らしていかないといけない。そしてラウリーもなかなかこれ外角から決めれてないっていうのもあるんで、まだ感知してなさそうやもんね。まあまだ無理はしてると思うねんけどもね。とはいえやっぱ優勝を知るこのラウリーは次のゲーム5の重要性絶対分かってると思うんで、リーダー、はい、ここはすごい注目。ボストンは誰かしらが抜けても誰かしらステップアップしてるっていう、やつらそうすごいね。前回なんかはスマートが抜けた穴にデリック・ホワイトが入ったわけやけど、別のスマートやったな。いやほんまにな、1クォーターから連続して得点取ってこのホワイト言うたら直近でやっぱお子さんが生まれたけれども、パパ頑張っとる、パパの力はね偉大ですよ今シーズンタイラーヒーローとか見ててもそうやけどね、親父強し。そんな明日のゲームでどちらかのチームがついに王手をかけるんで、これむちゃくちゃおもろやろね。これはほんまに目が離せません、ね、これ腕めちゃくちゃ持ってんなこれはちょっとさすがにプレーオフの試合なんで、めちゃくちゃ持っとる素人 NBA。 以上明日の東のプレーオフ、そしてダラスは歴史を作れるのかについて話してきました。作ってくれ。あなたはここからダラスがゲーム7まで行くと思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降皆さん楽しんでいただける NBA 動画をどんどん出していくんで、どどどどどんこの動画見ていただいていく 40% の方、40%まだチャンネル登録されてないと思うので、あなたですよ、この動画見終わったらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。10万登録いけばダラスのユニフォームはもちろん NBA 全チームのユニフォームプレゼントしていくんで、今後も応援してください。お祭りしましょう。その他メンバーシップでは月1本 NBA ファンにはたまらないワクワクするような動画出してるんで、気になる方はチェックしてみていただけると嬉しいです。 NBA オタクになりませんか？ワンコインで入ります。そして最後に提供品紹介、よいしょー、というよりもこれはイベントの告知、はい、告知です。いきますよ、はい、我々なんとストレージさんというショップで1日店長をやらさせていただきます。わっしょい。それでね、伴ってオリジナル限定グッズも販売させていただきます、はい、見せましょう。はっ、オリジナル T シャツ、白と黒でございます。逆やったら黒と白でございます。すで、はい、にね、もうネットの方では先行販売してるのでね、概要欄の方から購入も可能です、はい、残り結構減ってきてるんでね、早めに購入来れない方はね、うん、してもらった方がいいと思います、はい、ストレージさんはね、普段こういうリメイクグッズですね、うん、作ってるショップです。はい、おしゃれだね。前回ね、提供品いただいたんでね、そこの回の提供品紹介コーナーをぜひ見てください。はい、見てください。リンク貼っときます。あ、 T シャツはね、生地感もしっかりしてて立派なものになっております、うん、はい、ここもね、ストレージのタグもついてるのでぜひね、購入いただけると嬉しいです、うん、結構生地感がしっかりしてて、ね、汗も多分吸い取ってくれるような感じの生地感ですね。汗かきでもどんどん壊れる、はい、お値段なんと3000円。僕らのすずりで売ってるやつよりもだいぶお安くなっております。お前ね、手を出しやすい商品になっております。次がこちら、マグカップでございます。マグカップ、これはね、ネットでは売ってないんですけど、後でいうポップアップショップの場所では販売予定となっております。はい、これです。コインケースとサコッシュでございます。オリジナル、おお、これはね、東京限定になってるのでね、東京に僕らが店長やってる時に来てもらえれば購入可能です。はい、ポップアップショップですが、結構ね、いろんな都道府県でやるんですよ。で、1回目が6月4日5日で大阪であります。大阪、詳細は今ここ画像がポンって出てるんでね、はい、住所とか出てます。で、その後が福岡、福岡に行って6月25、26開催します。このね、大阪と福岡僕らいないんで、ね、で、次に名古屋やってくるんですよ。名古屋が7月の2、3、4でやります。これも僕らいないです。はい、名古屋もいないと。いない。で、次の東京が僕らがいるんですよ。7月16、17日に開催します。16と17に東京開催。はい、僕らがいるのが17日の13時から16時の3時間3時間いますんでね、写真一緒に撮ったり
何サイン書いたりとか必要であればやりますんでね、はい、握手も消毒した後ならやりますよ、はい、のでね気軽にお越しください。場所もねここ出てると思います。なんとね我々おっさんが竹下通りに現れるんでね似合わへんね。間違いとは言わないでください。皆さんぜひお越しください。はい、気軽にお越しください。まだね各イベント近くなったら僕らの Twitter そして動画で告知していきます。忘れずにカレンダーに入れよう。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。これは後ろに飾ろう。サコッシュカチャン